おはようございます。ディレクト申します。ドラゴンクエストモンスターバトルビクトリー鬼コンボ最強伝説やっていきたいと思います。まあ僕ってやってるゲームに関してエゴサーチと言いますか、 YouTube で検索をかけることが多いんですよ。どういうことかって言いますと、僕ってまあ言っちゃえば桃と分かってるわけですよね。はい、周りからすれば確実に分かってるわけですよ。状態性を記憶している、属性耐性を記憶しているとか、普通の人からすれば分かってることが多いわけですよね。職業相性しかりね。でエゴサーチをするわけです。で知らない人たちのプレイだから、そういうのさ、属性耐性が分かんないよとか、フィーリングでやってるよって人もいるわけですよ。そういう人たちのプレイに乗って割と僕好きなんですよね。これはモンバトだけでなく、モンハンとかドラテンしかりなんですけどね。で、最近思った、ちょっとね、とある動画でね、面白いコメントを見まして、つばぜり合いは、アーケード時代から子供たちの100円と勝てるかもという淡い期待を奪っていた、くじ屋のおっちゃん的存在です。一理あるけど、あれや、前回調子に乗ってね、なんかね、よくわからないロッキンロールな、ね、ティラさん出てきたんですよ。チェケラチョウ、ただし、今回は訳が違いますよ。鬼コンボを3ターンでね、王女の愛を上から3ターンで持っていた恐るべき怪物、そして動画や生放送でも苦戦して、必勝パターンすらも破れてしまった。このモンバトでね、強いデブです。何こうなっちゃったんだろうね。もはや鬼コンは頼りにならぬ、勇者の行進で参ります。いやー、ちょっと生きる気がしないんだよな。そして本日はですね、割と私の気分はローですね。はい。ローテーションで参ります。さあ、この2体しかいないだろう。だってラプソーニー言わずに通るわけねえんだから。SP もなしにこのラフソーンに挑むのは絶望的なんだよな、正直。必勝パターンであんだけ固めたとしてもだからね。とにかく1、3ターン目の攻撃が激しすぎるのが問題なんですよね。これ、耐えれんのか？一番の打点を取られるのは、まあ勇者でやってるんでドルモアはもちろん取られます。とりあえずね、しっかり攻撃当てて。ファイヤー！オーケー！あ、十分出る出る出る。こんだけ出んなら大丈夫だ。行くぜー！君に全てがかかってる、ウルトラさーん！あ、ボコンパって、ペッ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 、かわいい。やってる場合じゃないんだよ。あー、それも嫌だ。2回攻撃のサイコストーム、誰に行くんですか？コングヘッド。コングヘッドに行くんだ。あれ、コングヘッドに行っちゃうんだ。マジで勇者に行かない？あ、行くね、行っと！行っと！ちゃんと勇者には行くみたいなんだけど、避けなかったら大惨事ってわけか。炎のナロック。さあ、HP の半分ほどが、1200ほど持ってかれております。1、3ターン目はもうずっとフルアタなんですよ、このデブ。1、3ターン目が全て攻撃ってことは、3ターン目つわずり合わせて、そこからの耐久をどうするかと。いろいろとね、この鬼コンボを解体工事した場合、SP が使えないのと同然なんで、あ、打った打った打ったの、かわいい。大丈夫か？え？空の彼方から、隕石発射！やべ、避けろ！あちょっと待ってくれよ。え？ちょっと待て、絶望的すぎないか。どうしようかな。あー、ローなテンションの血もね、どん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 ね、面白くなってまいりました、このゲーム。おい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 、どこに勝ち目があるんだ、これ一体。絶望的かもしれん。はい、 OK！ リハビリの会がありました。ここ最近ちょっとリハビリさせていただいたんで、その会はあったと言っても過言ではないでしょう。あれ、もう出るんだね。まあまあ、ラプ様、そもそも AI 強いから、負けるときは負けるってことだな。おめえは一回も攻撃が出ない。
おっと、相手の攻撃、これさ、課題がめっちゃあってさ、これつばぜり合い勝ったとしてもさ、普通に削り切られてるよね。あれどうしましょうか。お山どうしましょう。なんか全て足んない気がする。勇者では暗黒神に分が悪すぎます。登場バトルマスターで参ります。さあこれで状況が一つでも好転すればいいんだけど、吹雪の斧でねラプソの弱点を取っていくしか、打点の取る道もない。あとはもう自分次第だね。頑張って。とにかく耐久足らない、火力も足りない、ラプソーンはつばぜり合いが強い、 SP もない、どうするといった感じでございます。かなり厳しいね。もしかしたらゾーマ並みの最難関かもしれんぞこれ。ゾーマみたいに単体攻撃が集中するわけでもないからね。まあ、とりあえずダイヤモンドダストでやっぱ予想通りのね、500打点が出てくれるのはありがたい。とりあえず打点問題をまず解決しないことには、まず勝ちが見えないから、オッケー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 、しっかりそうやって当ててくれれば大丈夫だ。そしてサイコストームがこれバトマンに行かなくなる。520×2。520×2。お！ナイスガード、それはすごいナイス。いいぞすごくいい、今のすごくいい、今の天空の盾ガードはよく効いた。よく輝く息引かなかったな。にしても、とりあえず貯めた後のダイヤモンドダストで打点は取れます。でさっきみたいにつばぜりを、頑張っても負けることはあります。いいねー、そうだね、やっぱこれだわな。打点を取るにはこれしかない。さあ、さっさかちゃんが、うおー、ダメダメ、どっちにしてもダメ、僕もかわいい。さあ、こっちのお猿さんはちょっと頑張ってほしい。もうさっさかちゃんはね、あいつに全て左右されてるからな。でもダイヤモンドダストでだいぶ取ってんね、打点。お、十分十分、ここまで取れれば。うわ、出た出た、これが本当に強い。ゾーマの魔兵、新ゾーマの魔兵と同じぐらいかな、威力。いった、いや、きつ、とりあえずこっからだね。さっき3ターン目で負けちゃったから、ここね、ここ勝たないとまず話が全然前に進まん。ラプソンでも翼も強いからね、ここさえ超えれば。はい、おーし、リハビリの会話ありました。いいとこまで行ってますね。勝てるラインまで入ってます。あとは自分次第です。よっしゃ、オッケーオッケー、よしよしよし、繋いだ、勝ち筋繋いでますよ。ナイス貯める、ナイス貯める、ナイス貯める、合ってる合ってる合ってる、その行動で合ってる。ここからです。3ターン目の攻撃を止めました。ラプソーンの怖いところは4ターン目5ターン目に凍てつく波動なんていうこと、おバカなことをやってきます。素早さ50から高校凍てつくをされるとどう描いても勝てなくなります。必勝パターンでもやりましたね。だからそれが来る前に、でもこれちょっと待って、きつくない？いてはよみするしかないかも。あ、でもさっさかちゃんそこで動いたらダメだ。ええ、お、あ、よしよし、うーん、え、あ、うん、まだ、まだ、え、あ、ちょっと待って、え、ボレロ、ボレロ、ボレロがある。ボレロの 10% も効果で勝てる、これ。ボレロ、不思議なボレロが、バレー、お前、つないまでドロムじゃねえからな。お前、松台まで登ってるからな。もはや、なぜ新ウルゴを鬼コンボで倒したのかすら、俺、覚えてないです。本来、オルゴでも苦戦する、ことだったんだよ。はずだったんだけど、あれはラッキー突破したはええけど、やっぱりここで詰むわけですよ。まあ、初回攻略の時もね、何回負けたかは覚えてないっす、こいつに。モンマスで。モンマスで誰で挑んでたっけ、なんか、ピーチクちゃんとか言ってたよね。なんか、ドラゴンライダーとかね。だから、あの辺りでも勝ってるから。わざわざね、こんな奴らにね、
こんなね、暗黒人ごときにね、ナイトリッチやね、デッドザウルスなんて、ね、入れなくても勝てるってとこを見せてやると。SP なしでもな、モンバートならできるって信じてる。俺はもうね、もう信じてるよ。だって、なんだかんだで、ね、SP なしで、まあ、一回だけ破ったよ。一回だけ破ったけどね。あ、来た、もう一つの技。これのために天候の盾持たせたんですよね。ガードしてほしいところ。OK、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 OK。OK、OK。まあまあまあ、仕方ない、仕方ない、仕方ない。そこは仕方ない。主人公が止まってないのはでかい。主火力。ダイヤモンド出すのも主火力がある。そこが残ってんのはまだでかい。頼むぜ、風雪。天候の盾いい仕事してんね。OK、OK、OK。いいよ。600与えてるよ。さっさかちゃん頼むわ、ちょっと。ちょっとボーダー乗せてほしい。いくよ、さっさかちゃん、せーの、はい、よいしょ、オッケー、よく当てた、よく、よし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 。あー、来たー。このドレモアがやばすぎ、毎回毎回。これはもうガードできねえからな。ボレロの 10% があるか。おっ、はっ、へっ、はっ。これは、つばぜり合いにかかったな。つばぜり合いにかかりました。神様、神様、はい、うん、よし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 、神様、どうか願いを聞いてくれ。よしよし、神は俺を見捨ててなかった。見捨てられてないよ。さっさかちゃん、いけるか、さっさかちゃんだ。仕方ない。ガードの神も、モンバトの神が今ついてる。いけるぞ、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 集中、集中や、集中や。集中してできるゲームではないかな。あとは、高校移転稼働されないことだね。あと、さっさかちゃん、大事です。よっしゃ、オッケー。オッケー。あ、頼む、みんな当てて。ここみんな当てれば。あ、いいよ。あ、いいよ。まあまあ、いける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 。ドルモアでも耐える、ドルモアでも耐えるでしょ。ドルモアでも耐えるでしょ。あー、やばい、やばい、やばい、そのパターンやばい。このパターンは。やだ。やだ。やだ。この5ターン目も同じことされたら負ける。ダメだ、この5ターン目も同じことされたら負けるんだ。やだ、やば。おい、神様、あそこまで、あそこまで神様味方してくれたんだろう。モンバトの神様、奇跡を、どうか夢を、夢を。大丈夫だ、まだ 50%、 25% なんだ、それを引いたら。そんな最悪の 25% を引くわけがない。神様、ここで神様お願いします。おお、あ、耐えるっけ。でも空の彼方から隕石耐えてくれ。なあ、やった。さすがに高校行ってやを2連で引くなんて、そんなね、悲しいことはなかったですよ。よかった。そんな試行回数3回で済んでよかったな、おい。夢あんな、このゲーム。やったー。もうこれ誰の最強伝説か分かんなくなってくるね。神様に感謝だね。